はい、皆さんこんばんは。ゲゲゲの鬼太郎実況プレイ、本日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今この末端画面にいるんですけれども、妖怪パソコンという項目があったのでちょっと気になるんで、まず次のお話に進む前にこれをちょっと覗いてみたいと思います。妖怪リンク文字がくねくねくねって曲がってるけど、妖怪タイムズ、もののけウェブ、妖怪 Y ショッピング、上から順番じゃあ見ていきましょうか。トピックス、妖怪誘拐事件ナンバー2ニュー。お、早速記事になってるな。どれどれ、あ、昨日の事件か。幼児誘拐事件、中央病院で起きた妖怪誘拐事件妖怪じゃねえよ幼児誘拐事件は妖怪うぶめと竹の精によるものと判明。鬼太郎氏氏ですか、鬼太郎宇治、鬼太郎宇治の活躍によって事件は解決され、被害者とその家族からは感謝の声が、おー、なるほど、上がっている。同時に発生している通り魔事件、彼らの犯行、なるほどね、妖怪向けのニュースっていうことか。もののけウェブ、人間が運営管理している、なるほどね。なんか早速来てましたもんね。あ、いっぱい入ってるあれ最初に届いたやつが、あ、これか投稿者ガンモキッドさん、あ、また投稿してくれてますよ。見てみましょうか。改めて投稿者ガンモキッドさん、妖怪ファンの管理人ガンモキッドです。この掲示板は僕のサイトで、解説している BBS の携帯版で、実は本業が忙しくなったので外出中でも手軽に情報交換ができるようにと思い、携帯と共有できる掲示板を作ってみました。妖怪が好きな人同士交流をしていただけたら、交流していけたらと思うんで、ぜひ楽しい書き込みをお願いします。すごいね、このちょっとね、本業が忙しくなったんでっていうのが個人的にはツボなんですけれども、よし、次、あ、で届いてるのか。はじめまして、投稿者イジ太郎イジ太郎さんからなんか来てます。はじめまして、投稿者イジ太郎です。私はなんだか妖怪がブレイクしそうな予感、盛り上げていきましょうすごいなこれ、リ返信来てる、しげる大好きっ子さんからイジ太郎さんに返信が来てるぞ。レス、はじめまして、投稿者しげる大好きっ子さん、私もはじめましてです、しげる大好きっ子と申すものです。妖怪がブレイクしそうな予感、うん、私もそう思います、盛り上げましょう。ところで皆さんは何の妖怪が好きですか。私は目玉の親父ですお茶碗風呂最高そうですか、僕の好きな妖怪は、まあ一番はやっぱ鬼太郎なんですけど、ヤシャが好きだねやっぱり、まあ、ヤシャも好きだけど、エリートも好きですけどね。次、はじめまして、投稿者シンさん、俺もお初です。目玉の親父ってよく考えたらもろ目玉で気持ち悪いはずなのに可愛く感じるから謎だ。俺的に好きな妖怪はベアードっすす文字にして書く人いるんだ、なんとかす。ベアード僕も好きです好きっす。もののけウェブがさっきのか、じゃあ妖怪 Y ショッピング、業界初妖怪 E ダイレクトショップ、この頃ね E マーケティングとかそういう E ショップが流行ってましたね。2003年だもんな。全国どこでも送料無料でお届け、購入画面、売却画面、おう、グッズが買えるのか、お、薬草、軟膏、毒消し草、
白鉢巻き。水晶の数珠、鉄の仮面、小さなお守り、金運熊手。あ、これいいじゃん。一回だけ戦闘で得る金額を2倍にするって。うん、なるほどね。こういう コロナもいいかもしれないね。でもちょっと高いな、今の所持金16,000円。この辺のなんかドーピンググッズとか買いたいね。全員パーティー全員白鉢巻きをこう結んで、なんかね、富良野の松山くんの学校みたいに全員白鉢巻き巻いて戦いに行くっていうのもかっこいいんだけどな。特にね、粉木じじいがね、鉢巻き似合いそうな感じがするけど。そうだ、なんか買っていこう、せっかくだから。これ買おう。これ金額倍にしてくれるって。この道具、はい、これ4つぐらい買おう。よし、で、そうだな、なんか1個ぐらい買っとくか。数珠買うか。防御力プラス30。お金はガンガン使います。そしたら、あ、これか、道具装備。そうですね、鉢巻きが確かあったから、誰に何を。やっぱ鬼太郎さん死んじゃうとまずいからね。鬼太郎にはやっぱ数珠をねつけてあげて、で猫娘に鉢巻きひいきです。ひいきします。あ、ちょっとあれだ、鬼太郎悪いな、ちょっと外す。猫娘につけてるの数珠を。ちょっと集中させてみようか。ちょっとあれだ、猫娘をうちの信頼できるあのパーティーメンバーということで、あ、大事に育てていこう。エースだ、お前が。いや違う、信頼できるポジションは猫娘にして、エースはあくまでも鬼太郎な。だからお膳立ては猫娘がしますっていう感じで、こんな感じでいこうか。うん、砂掛けババアは中盤のあれだよな、要。よし、こんな感じでやっていこうか。じゃあ、次の話。じゃあ君が産めの封印の解き方を知っていたわけじゃないんだな。はい、住み顔を壊されて怒りに震えていた私たちのもとへこんな手紙が届いたのです。ほう、どれどれ。愚かな人間に。なんて書いてる。ゲラ、ちょっと読めないな。わらはあなた方に復讐の力を授けたるものなり。うん、この文に記されし地点に向かい、この羽を捧げるべし。なるほどね。ここには産めが封印された石があり、手紙の指示通りにすると産めが復活しました。あとはご存知の通りです。この手紙の送り主に心当たりはないんじゃな。はい、ありません。あの偽院長は何者。わかりません。私も院長は本物だとばかり思っていましたから。万年だけは私の命令しか聞かないはずなのに、調教していたのに。こんな話をしていても仕方がない。みんなを集めて万年だけのいそうな場所を調査しよう。あなたは妖怪アパートで休んでいてください。優しいな、鬼太郎。すみません、ここ3日4日寝ずの番だったので。何言ってんだ。考えをまとめてから言うべきだな。すみません。父さん、この事件まだ裏ありそうですね。うん、鬼太郎、何が起きてるかわからんが心してかかるんじゃぞ。はい、鬼太郎どーん。一旦もめんのテンションがどうした。一旦もめん、
タロウドーン。うん、おう、猫娘からいつの間に。へへへ、どうこの素早い対応。今日はあれなんですよ、ちょっとあのいつもあの家帰ってくるとメガネに切り替えるんですけどね、うん、ちょっとねメガネね今ちょっと壊れててあの今裸眼でやってるから見にくくて画面が、すいませんね、読み間違いとかいろいろあると思いますが、塗り壁。おお、塗り壁さん。うん、塗り壁。もう早かったの、もう調べてくれたのか。でどうじゃった、ふむふむ。塗り壁に何を調べさせたんですか。うん、あの後聞いた土木業者の話が気になっておったんじゃ。塗り壁はそっち方面に詳しいからな。塗り壁そっち系強いんだ。土木業者の話。うん、なんでも竹の精たちの住処を壊す原因になった病院の増築を決意したのは病院に原因不明の火事が起きたからじゃとか。ある業者が修理と増築を合わせても格安のプランを出してくれたから裏山の増築を決めたって言ってましたね。その業者じゃがな、火事が起きる前から院長に格安で増築を進めておったらしい。まさかその業者が仕事不審さに病院に火をつけたとしても、まあ火をつけたとでもいくらなんでも、念のため明日その業者とやらに問い合わせてみるとするかの。今日はもう遅い、続きはまたにしてとりあえず休まんか。あ、僕はもうちょっとネットで調べたいことが。鬼太郎、お前もあれだな、大人だな。バカボン。わあ、いきなり怒る出ないわ。親父殿の寿命が縮んだわい。来たろう、夜中までネットなんぞすることはない。明日にしろ、明日に。わかりましたよ。それじゃあわしも帰らせてもらおうかの。それじゃおいどうも、失礼するでごわす。あの一旦木綿のね声を聞くと、どうしても僕が昔好きだったあの鶴姫じゃーっていうアニメのね家老の声に聞こえてしまうんですよ。鶴姫じゃーっていうねちょっと漫画があって、もともとはねあのすごい古い漫画なんですけど、なんか90年代ぐらいにアニメ化されて、あの家老のね声と一緒なんですよ。ちなみにあの鶴姫、主役の鶴姫の声優さんはあの姉子のキャプテン翼の姉子の声優さんと一緒なんですよ。だから見ていたっていうのもあるけどね。太郎、鬼太郎。ん？誰だ？僕を呼ぶのは。鬼太郎、大きくなったね。鬼太郎の母、この声は母さん。どこにいるんです？決まりがある。そんな姿を見せることもできないんですか？母さん。さあ目を覚まし、父さんを頼んだよ。母さん、母さん、母さん。いや、今のはただの夢じゃない気がする。どうして母さんが僕の夢に出てきたんだろう。母さんね、あれ原作だとすごいかわいそうなんですね。自分の
病気でね、あの夫婦で血を売って生計を立てていたっていう。父さん急いで外に。なんということじゃ、おわしらの家が。何、急いで消さないと。母さんはこのことを僕に。クックック、どう見ても猫娘誰だ、逃げた、あいつが犯人か。鬼太郎、消化は任せて、お前は今のやつを追うんじゃ。大丈夫か、おやじさん。すげえちっこいけど、消せるか火。わかりました、火を消しつつみんなを呼ぶってすごいな。村、いやー、事件だね。事件が起こりましたね。待てー、何者だ。ん、これは、おお、ここにも火の手が上がってる。これもお前がやったのか。なんかおかしい、こっちを向け。ん、鬼太郎、そんな君は。夫婦どうしたな、鬼太郎、怖い顔をして。ね、猫娘、なんだ君だったのか。おい猫娘だったら鉢巻き返せよ鉢巻きって術返せ。え、放火の犯人かと勘違いしたじゃないか。勘違いじゃないわ。何を。こうやってあたいが鬼太郎や人間たちの家に火をつけたのよ。なんてことを。君がこんなことをするはずがない。あなたが憎いのよ鬼太郎。家と一緒に燃えてしまえばよかったのに。残念だわ。そんな、どうして。なんか下がった、マイナス5。とにかく火を消さなくちゃ。猫娘を説得するのはそれからだ。お、あ、お、始まってます。よし、そしたらこれが能力。あ、でも数珠とかつけてないそっか、オッケー。で、これあ、そうだ、作戦目的、猫娘を止めるオッケー、よし頑張ろうぜ。よし、まずはじゃあどうしたらいいんだ。火を消さなければってことだけど、移動、これ大変だ、すぐ消火を行わないと。あ、これか。何で消した、何で消した、その日。消火グッズらしきものも、あ、家が、夢のマイホームが。鬼太郎どん。お、一旦モメン。お、ツルベビー、犯人と勘違いされるぞ。鬼太郎大丈夫か。みんな、妖怪アパートの連中に声をかけてきた。火事を何とかしてくれる。で、鬼太郎、犯人はどうなった。それが、思ったより早かったじゃない。こうなったらまとめて始末してやる。 お主は猫娘。
起きた。危ない、父さん、小泣きじじい。おお、まさかの先制攻撃。くらいなさいよ。じいさん、ん、なんなの。塗り壁。おお、さすが、さすがです。パワーブロック、もう間一髪でごわす。キタロウ、騙されないで。そいつは偽物よ。おう、誰だ、本物登場。じゃあこっちにいるのはちょっと、どうせ化けるならもっと可愛く化けなさいよ変わんない、変わんない。おかしい、いつもの僕ならもっと早く偽物だって気づいていたはずなのに。調子が出ない。僕の霊力を高めてくれるちゃんちゃん子だってきちんと着ているのに。もしや、鬼太郎、ちゃんちゃん子をよく見せてみるんじゃ。あ、はい。どうした、やっぱりじゃ、鬼太郎。なんですか父さん。さっきは気づかんかったけど、お前が今着ているちゃんちゃん子は偽物じゃ。なんですって。よくできた偽物じゃ。なんですってさては火をつける前に盗み出したんだな。キタロウ、あの猫娘の偽物はお前のちゃんちゃん子の力でああして化けとるんじゃ。なるほど、わかりました。あいつめ、もう許さないぞ。お、なんか上がった。うん、久しぶりだわ、鬼太郎。なに、誰だ。おー、いっぱい出てくるね、いっぱい出てくるな。バケビ、あ、タクロービこれはまた、これはまたオツなのが出てきました。そうそうそう、タクロービーっていうのはちょっと骸骨みたいなね、あの顔をした 火の妖怪。お前は昔から俺の邪魔ばっかりしてくれた。今日はその礼をしてやるぜ、たっぷりな。タクロービー、お前もこの放火事件に加担してるのか。何が目的だ。今これ以上話すことは何もない。行くぞ、鬼太郎。これはまたマニアックなのが来たねマニアックな妖怪来たな。そんな妖怪自体はそんなにマニアックではないんですけどね、あのゲゲゲの鬼太郎っていう作品に関してはあんまりね、あのっていう作品に関してはかなり、なんだろうな、あの埋もれてしまっている貝のね、あの妖怪なんで、あいつはね、あの火で洗うクリーニング屋を営んでる妖怪なんだよねクリーニング屋のご主人っていうと可愛く感じるけど、うん、この姿にするか。く、今度はこのキジジイに。来たろ、いいこと焼くのも失敗したけど。あ、違う、これ偽物か、謎の妖怪。次はお前たちの姿を借りて人間の家に火をつけて回ってやる。やめろ、そんなことされたら俺たちの評判が落ちるじゃないか。黙れ、人間の家なんか全部燃やしてやる。人間に恨みがあるようじゃ。とにかくこれ以上火事を広げるわけにいかない。この6人でなんとかあいつに火をつけさせないように戦いましょう。鬼太郎、6人ではない、7人じゃ。お、おばば、鬼太郎、火のついた家は隣接して消火するんじゃ。そうすれば火を消すことができる。鶴瓶人一旦もめん以外は全員消すことができる。そうだよな、最初にあの合流してきてくれた時にこの、なんだろう、火
火事の事件にあんまりふさわしくないなと思ったんですよ、あの鶴ベビーといったものは。家に火つけられたらみんなで消火に当たる。よし。そして鬼太郎はあいつを倒してちゃんちゃん子を取り返すんじゃぞ。分かった、ありがとうおばば。おうおうおう、ワープ。おいどんは火は苦手でごわす。どうしたらいいのじゃ。文句言うでない言ったもめん、わしとで火は苦手じゃ。そうか、風属性の妖怪は火に弱いんでしたよね。うん、鬼太郎は無属性だからあんまり心配せんでいいが、風は火に、火は水に、水は地に、地は風属性にそれぞれ弱い。他にも若干蛇が火に弱く水に強い、あれは草か、うん、あと獣、ま、細かいね、いろいろとあるんですね。霊力充填をするときには少しの違いが大きな欠陥の差につながってしまう。あ、なるほどね。解説係ありがとう。よし、じゃあ一丁やったるか。タフロービーっていうのはたくさんいるの。タフロービーっていうのはですね、妖怪クリーニングって言われてて、一見するとね、そんなあの怖そうな感じがしないんだけど、その目的がね、人間のね体を乗っ取るっていうかね、悪い妖怪なんですわ。なるほど、ね、じゃあ作戦目的、敵の全滅。よし、これは火事なのか、これはもう燃えてしまってるのか。残念だな、火事は今のところなし。まあいっか、とりあえずガンガンいくか。じゃあこれが、そっか、どうやっていこうか。まずじゃあこいつを止めなきゃ何も始まらないんで。うわー、体力1200万のか。 OK。 ん？そうそう、鬼太郎、良い知らせがある。実は砂太鼓の壺を準備してきたんじゃ。え、それはおばばのとっておきの技じゃないですか。敬語。うん、本当は消化の助けになればと思ったんじゃが、持ってきて正解。砂太鼓の壺は一度に複数の敵へ攻撃ができる。容器が高まらないと使えんし、何発も撃てるわけではないが、うまく相手を射程内に捉えられれば邪魔する連中一気に片付けられる。おう、分かったよおばば。お、そんなん使えるのか。これか。うん、2発残弾2か、2回しか使えないのか。 OK。そしたら行くぜよオバマ。あいつをとりあえず止めなきゃいかんよな。砂、これ行け、はじめの一発。そりゃその程度かいの。その程度。120。おお、硬いな。ん？ち、邪魔しやがって。ここはもう別の場所に移動だ。なるほどね。よし。じゃあ鬼太郎先生、頼むぜ。あと背中見せちゃいけないんだな。背中見せないようにしよう。攻撃。指鉄砲。これいいね。タクロービ。よし、行ったね、鬼太郎先生。これでも食らえ。うりゃ、まだまだ。
あ、でもいいねいいねいいね、もうちょいだな。あと90%、よし。うわー、塗り壁が使える、嬉しいね。でも鈍いな鈍いな。あ、ちょっと待って、向き嫌だ、向きどうやって変えるの。うん、そっち向いてみよう。うん、そっち、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。待機、よし、じじい、みんなの背中を、うん、そう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 、待機。とりあえず合流しよう。ダメだ、こうやってばらけてたらまずいな。多いなこれ、シュール。よし、待機、よし、みんなで固まろう。火だったら大丈夫だ、大丈夫でしょ、この辺でいいよ。待機で、猫娘、おお、動けるな。待機、こんなもんでどうだろう。よし、かかってこいや。